なの？それはこちらのお二人です。こんばんは、エブリリトルジングです。こんばんは。今回のニューシングル愛のかけらなんですけど、レコーディングは大変だったんですか？そうですね、アレンジやってるところからずっと付き合ってもらったんで、割とスタジオに泊まり込みみたいな、合宿生活みたいな感じ で途中でなんかチャーハンとか作ってくれたりして、そうそう、そういうの言っていっぱいフルーツこうやって切って持ってきてくれたりして、いいこと言った、そういうなんかこう厳しいながらもこう楽しいなレコーディングになりましたね。そうですね。それでは仲のいいお二人による新曲、エブリリトルシングで愛のかけらです。どうぞ。Good day.